こんにちは、井田翔吾と申します。読書セラピストとして本の魅力や読書の素晴らしさを伝えています。また本を語る人とつながるをテーマに、札幌ゼロ読書会の主催や北海道知事若獅子の会の世話人をしています。今回紹介する本は蓮村誠さんの病気にならない左右健康法という一冊になります。こちらは PH 文庫から出版されています。私はですね、今月1ぐらいのペースで鍼灸院に通っておりまして、針とお灸をしているわけなんですけども、そこでですね、左右をおすすめされたので、どんな効果があるのかなというふうに気になって、図書館でこちらの本を借りて読みました。頭に、病気にならないというふうにですね書いてあるように、読んで一番最初に思ったのは左右は最強なんだなといったところです。ただですね、現代科学で解明されてないところもあるので、なかなか疑問視される方ももしかしたらいらっしゃるのかもしれません。それをですね、筆者は、電子レンジを例に説明をされてました。電子レンジっていうのは食品の持つですね水の分子を揺らして温めるわけですけれども、理論を知らなくても食品を温めることはできます。結果として、効果がとか、成果が出ているのであれば、それを信じて利用するという姿勢でも私は構わないなと思っております。体が良い状態になり保てるのであれば、手段は何だっていいんじゃないかなというふうに思っております。この本自体の左右の作り方について書かれたページはさほど割かれてなくてですね、それよりも効果とか効能について書かれています。読めばきっと、左右を試したくなるんじゃないかなというような一冊になっております。はい、最後まで聞いていただきましてありがとうございます。ではまた次回も楽しみにしていてください。では翔吾でした。